星とし。この神だから、はあ、あ、私もえこの話ここのかな。モンドの人々はまだ封鎖で困っている。あの操作台を使えば扉が開くよ。見えた、神殿の最深部だ。行くよー。
安全を死守する。でも今風向きが変わったのなら策も考えるべきよ。これそうだ、過去と
断罪の名において。ふん、はあ、別の天中宙に分け与えられた楽園エデン。Thank you.
夜の権限。消えるんだ。封じ。メイドの礼儀に気をつけます。偵察騎士参上。嬉しい。あ、いえ。岩の重さは安心できます。
にしませんと。もうない。姿を見せよ、オーズ。しません。断罪の名において、準備できたかな？
よっ。近くに来てくれ。この神殿で少しよそ、スライム、ヒルチャール、それから、中はきっと賑やかなことになってるだろうな。ああ、ボレアスの、行こう、お嬢ちゃん。四風守護は祀られなくなったが、四風守護の周りを掃除してやろうか。さて、俺の推測が正しければ神殿の突き当たりはそこだ。なんでわかるんだ？経験だ。長年後片付けをしてきた経験だよ。旅人、お前は神の目を持っていない。そうだろ。どうやって元素の力を使ってる？不思議な現象だよな。道がない。空域を利用して上に登ろう。鋭いな。陣から称号をもらって騎士にならないか？こいつはどうだ？そういえば知ってるか？風魔竜はかつて四風守護の一つでな。詳細は俺もよく知らないが、興味があるなら代理団長にでも聞いてみるといいぜ。風魔竜は
それで力を吸い寄せてるのか？可能性はある。早速やるぞ。おお、まさか言う。神殿での戦いは勉強になったぜ。騎士の謙虚。お前がモンドを救う勇士。俺は騎士団を。そうだ、なんとか収穫はあっただろ。フーマリオから遺跡を一つ奪うことに成功したな。ここからは俺の後片付けの時間だ。他に用があるなら先に戻っていいぞ。じゃあお先。ヒルチャールの知能で奇襲なんて思いつくわけがないと思っていたが。お前らの仕業だったんだな。ごくそくそく。騎士団は仕事の効率が悪すぎる。問題ない。おかげでお前も巻き込めたんだ。こっからもっと面白くなる。楽しみだな。
犯罪の名において、はっ、綺麗にしませんと。犯罪の名において、
見せよ、オーズ。風と共に去れ。風神ハットッヤフッハッ。用意はとっくにできてるぜ。
ず。と長いしたな。そろそろ体を動かさないとカビが生えちまうぞ。風だ。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ？
在の名において。取れるわけに。あら、かわいい子ちゃん。危ない。何かわからないことがあったら。あら、基本的に肉体。それ以外にな。私やっぱりこの神殿の奥から非常に強い元素反応を感じるわ。パイモンちゃん、そこには行ける？行ってもな。
この風を使って上に行きましょう。お姉さんに任せて。なるほど、雷元素の石碑ね。雷の力で起動させてみるわ。足元に注意してね。仰せのままに。おとなしくしやがる。水に濡れた敵に対してお姉さんはすごいのよ。封域よ、ここから上に上がりましょう。お前って本当にせっかちだな。こいつはどうだ。この瞬間お前は。感電した敵の間には連鎖ダメージが発生するわ。摩擦で生じたイカズチの火花は、ん？私の首にある宝石が何かって？嘘、本気で聞いてるの？これは神の目よ。選ばれた人間が元素の力を引き出すための装置ね。神秘学の視点から言えば外付けの魔力機関とも言えるかしら。神の目も知らないなんて、あなた一体どこから？突然変異で知力が高くなったヒルチャールかしら。ヒルチャールは吟遊詩人にもなれないほど知能の低い怪物だもの。逆にあなたは、ま、これを壊せば帰って休めるわよね。休めると思ったら俄然やる気が湧いてきたわ。豆腐、それらトワリン、それが人々に風魔流と呼ばれる前、かの者は四風四方の風の中で、トワリンがそのうち三つの力しか使えない。彼は初めに自身の力を燃やし尽くしてしまったから。多分憎しみ、モンドに対する憎しみ、その憎しみを風よりも強い力にし、そして彼は。でも四方守護だったのに、なんで守るべき都市を憎むよ。モンドの人間としてはとても言いにくいわね。これを読む。
もちろん、そうだ。今後もに。あそこのお姉さんが手を振ってるぞ。行ってみようか。いえいえ、あなたから。彼女と言っても冒険経験を積み重ね、早速待って、安心して、つまり教会に、とにかく冒険ランクが上がるたび冒険者協会から報酬をもらえます。これは教会から新改めてこれはあなたの冒険の証です。新人の加入、これには会員、それとも冒険ランクが上がる、その時は印象冒険、今はでは頑張ってくだ。鉄を打つコツは汗だけだ。なんだそこにある横断。当然お前に鉱石がどこにでも。じゃあ鉄を持ってくれば礼は。さすが師匠だ。なんかイライラしてる。邪魔したのかな。
なんだ。ああ、まあいい。この。鉱石を見つけたらこっちに来る。もちろん俺が鉄を打つ。腕が用がなきゃ。真面目な人だな。別の天柱中に分け与えられた。別の天柱中に分け与えられたら。ちょ、見ろ、あそこに今までと違うショップがあるぞ。何売ってるのか見てみようぜ。ちょ。
ビビト探した。結構だけど、ひこ名前のに毎日あちこち飛んでたからみんなにひ。じゃあ今日はまさか今日は試験官としてあんたかテスト。そう、それに簡単な試験だから安心して。ふうまり、でもこの飛行指南をあげる。覚えな、例えば二人とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。ぶわっ、うん。セピロス騎士団の飛行指南。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原をなで、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。飛行士なんてこんな感じ。とにかくあん、指南は読み終わった？規則や制度も理解した？うん、飛行指南はつ…そうか？面白…私も風する…それじゃな…うん、あ、ちょっと見せて。ごめん、全然違う本なのに間違えたりするか？こんな話するの少し恥ずかしいんだけど。
違えた原因は、私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なこの言葉が、私がマークしたルート通り。次の手よし、オイラたちもモンドに戻ろうぜ。あまり待たせるなよ。断罪の名において消えるんだ。おとなしくしやがれ。夜の幻言。またか。
こいつはどうだ。姿を見せよ。
これ。犯罪の名においてはん、えいや、はあ、すまんすまん黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。またか。おとなしくしやがれ。せっせっはっきゃちょっ、こいつはどうだ。よっと、えいはっ、よっ、ほっ、はっ、えい、これお前って本当にせっかちだな。この瞬間、お前は永遠お嬢様の仰せのままに。消えるんだ。せっと、
登場。治療なら任せてね。私はBウェイから来たコック。バーバラ。私はBウェイから来たコックのシャンリー。おお、早速前回と同じで。このテスト、飛行免許に向けて。そこの飛んでる人、降りてきてくれ。セピロス騎士団だ。今いいか。え、飛行免許を見せてくれる？免許なし。君には黙秘権があるが、君の言葉は全て風。待って、今飛行免許の手。な、このた。何？会長。会長？モンドの。そいつ。ああ、まんま修道女。あまり飛行のプロか。ならこの案。最後に目撃したのは清泉町周辺だけど。安心して、ちょうど旅人もいるし、その会。うん。
稽古に行くのか？ふん、私に任せなさい。私の降臨を称えなさい。崇高なり。面白い。我が命を聞きたまえ。
稽古に行くのか？救急如立寮さあ断罪の名に封じよとはっはっふっじゃよっほっほっはっ捕まれ！よくも！影のカラスが優也を求めている。牽引全票封印厳禁
ナの特製ドリンクじゃ。剣を入れよ。封印厳禁。断罪の名において、
行きたまえ。剣を入れよ。断罪の名において、
この先の清泉町に会長元素資格で。あ、なんだこれ。折れた木の枝に見えるね。風の翼。この痕跡、会長か風スライムか。風スライムは飛べるから、これを踏んで飛ぼうとした人がいない限り会長のだろうね。風スライムでそんなことするやつがいるのか。このボロ、このそんな、これが元素の痕跡はこの先に。会長、ここでか。旅人、お戦いの早く、とにかく痕跡がはっきりと残ってるから記録しておこう。姿を見せよ。おっや、よかった。何があったの。ああ、ヒルチャール、小さな集落でも、うん、それで俺は、その人って何か、ま、思い、その人が、俺も逃げるので、なん、あ、そうだ、断罪のな、よくも、暴飲厳禁。それ。おーや。あ。封じる。と。や。ヒルチャールの他にも変な奴らがいるぞ。風の翼の作りを見た感じ、会長の仲間かも。でもなんであんなとこにいるんだ。あんなとこまで来るなんて。目印、そっか、痕跡、そうはさせない。確かにあんな下っ端じゃ私たちを。ここから一本道でも、この様子、おい、うん、そうだ旅人、最後のテストが、ま、おう、じゃあみ、元のテスト、旅人のために作った特別テストだよ。あんたはも、旅人どうかな。じゃあ飛ぼう旅人、すべての敵を倒してね。と、
ができると思ってたよ。あとは会長を捕まえるだけ。さあ先に進む。罪の名において、
この先は行き止まりみたい。アンバー、あそこだ。やはり来たか。あんたが帰っ逃げなくとも。確かに高い。それに遠い。小娘、今からセピロス騎士団を挑発してるつ。ああ、そうだね。目の前にいるのに、このまま飛んでいけたら。けど、会長はどうやって。私が、それさらばだ。あ、迷ってる。けど、心配。おい、偵察な、旅人、最初の鳥は私の答えを見て。うん、どうして飛べる。落ちる落ちる落ちる。あ、風、雰囲気だ。飛んだ。アンバーが飛んだぞ。怖いもの知らずが、ここに雰囲気がある。気づいて飛び降りた。風は勇気ある人に加護を与えるんだよ。諦めて捕まりなさい。お嬢様の仰せのままに。よし、反省しなさい、酔っ払い。会長を捕まえたね。実は会長が逃げた。だから会長がここから脱出するには。ああ、だからオイラたちを諦めさせ。まあ、そう簡単に。た、旅人の言葉のおかげだよ。とにかく飛行。さっきのな、それからのテストは。またアンバーって飛行免許を持ってるんだろ。それ以外に何のテストを受けたんだ。それはモンド城内って飛べ。せっかく。でもいつも旅人、時間があったらジンにちゃんとした飛行士。じゃあモンドに戻ったら大聖堂に来てね。飛行免許はそこで渡すから。もう行っちゃった。さすが偵察騎士、早いな。こっちもモンドの大聖堂に戻ろう。飛行免許取得の道はなかなか手強いな。
冷たいものは気を落ち着かせるのにいい。我が命を聞きたまえ。
救急如律令。おとなしく捕まれ。ターゲットロックアップ犯罪の名において。気持ちいい、うん、この瞬間晴れ渡った月や風、まるで運命の。星と深夜モンド、けだもの。おや帰国の外交官には、モンドの私風主語、その一つをしょ、セピロス騎士の前で、そういうザレ言はやめ、ザレ言などめ、よかろう。今回の成果は、双方が誠実、事実通りに、まあ、お帰り。協力ありがとう。おかげで
モンド周辺の元素循環はやっと落ち着いた。風魔竜の襲撃による余波も一段だ。しかし施設、外交の施設団か。リウエ港から、それ、スネージ、その師匠。ああ、ファデュイか。聞いたことあるぞ。でもあまりいいイメージはないな。風魔竜を殺すことが正しいと私は思わない。それに氷の神が、それが見え見えなんだ。どうかしたか？こんなところで大事な話をすべきではないな。モンドと冬の国は同じく七国の一つだ。モンドは独立した城で、どの国にも属さない。冬の国はスネージナヤと呼ばれている。モンドとも外交関係を結んでいる。しかし外交に関してファデュイはおそらくこの大陸で最も勢いがあると言えるだろう。うん、そうだな。さっきのやつも嫌な感じだったよ。まあ、あんたの飛行技術、そうだ、次の飛行大会に私のスピードについてこれる人がいなくて退屈だったの。へえ、じゃあ私に負けるまで飛行規則は守るんだよ。免許て、あん、これはある力が含まれた結晶だ。リサ、これね、え、
結晶の中に汚れた不純物があるわ。ごめんなさい、今はまだ結論を出せないわ。少し…あ、ではリサ。ええ、何か進展があったらみんなに知らせれば。まあ、あまり古代の文献には期待しないで。それに、いった結晶の中の不純物に近づくと。なるほど、これは神の目との相互排除ね。この汚れの力は私たちの体内にある元素の力と。そ、でもおかしいわ。あなたも元素の力を使いこなせるのに。え、とにかくこの結晶は可愛い子ちゃんに持っていてもらおうかしら。私、不思議な現象、これら君、そうだろうと思った。では無理な願いではあるが、セピロス騎士団の栄誉騎士。それからこの謎の答えを探すのにもう一度力を。風魔竜の暴走、変わった結晶、真実にたどり着けるように。何か新しい発見があったらここに来てくれ。あの時オイラたちが見たのは。なあ、やっぱり覚えてたんだな。あの緑の野郎、下にいるあの人と同じくらい。そうだろ、そうだろ。でもさ、同じ。緑の元素しか。僕が話すは古の始まり、神々がまだ大地を歩く時代の物語。天空の竜が空から降り立ち、世界のよろずに好奇を抱く。竜は自ら答えを探し、
雑然とした世に目を回す。風の歌い手が琴をつなびき、天空のライアーがそれに応えた。竜は好奇に駆られし幼子で、過去の苦悩を忘却せしと飛翔しただけ。それは歌に耳を傾け、歌をそらんずる万物に己が心を理解させるために。歌い手と竜は伝説となり、暗黒の時代がやがて始まる。獅子の牙は朽ち、鷹の旗は落ち、一頭の悪霊が門戸に迫る。大聖堂は深紅の影に包まれ、ため息は詩人によって再び歌となった。天空の竜が召喚に応じ、暴風の中悪竜と殺戮に舞う。天空の竜は悪竜の毒血を飲み眠りに落ちる。蘇りし時、知る者は誰一人いない。今の人々はなぜ我を嫌う。天空のライアーは答えず、怒りと悲しみ、命と毒が涙となって、竜の目尻から流れる粒となる。歌は沈黙し、腐敗は進み、天空のライアーは話せなくなった。おや、君たちは。ふーん。あの時トワリンを驚かした人たちだ。トワリン？あ、思い出したぞ。でも普通の人は風魔竜って呼ばないか。なんで名前を。仲いいのか。さあね。おい、こいつなんか怪しいぞ。こんにちは。たった一度お会いしたこと。僕は吟遊詩人、もっと正確に言えばモンド城で一番愛される吟遊詩人を3期連続で優勝したウェンティだよ。僕に何かご用かな。オイラたちがわかるならこれ以上説明する必要もないよな。もちろん風魔竜の剣だ。ん？おい、記憶喪失のふりはやめろ。あれを見せるか。おや、これは。あれ、結晶が浄化されてる。いつの間に。これはトワリンが、風魔竜が苦しんで流した涙だ。涙。優しい子だったのに、今はこんな風に悲しみ、怒りに満ち溢れている。僕も涙の結晶を持ってるんだ。浄化をお願いできるかな。不思議な力を持っているんだね。君のような人が吟遊詩人の歌に登場させられるのはある種の運命だと思ってくれ。日向にいれば英雄に、日陰にいれば災いに。あ、今は君のために新しい歌を書いている暇ないんだった。たとえトワリンは討伐されずとも、その生命力はすごい勢いで消耗していっている。彼は怒りの中で自分を燃やし尽くそうとしているんだ。ありがとう。それと涙の結晶の浄化も。ここからは。作戦ってなんだ。竜の涙を見ていたら、ある個人のことを思い出してね。個人？それじゃあお先に失礼するよ。おい、どこ行くんだよ。モンドの英雄の象徴だよ。またね。もう、どう思う？
あいつからしたらお前もそれに？あいつの声を知ってるだって？オイラは全然わからなかった。でもあいつ、英雄の象徴って言ってたよな。それなら知ってるぞ。きっとあの木のことだ。おう、あのすごーく目立つ木のことだ。お前もわかるよな。風に乗って飛ぶぞ。そろ来る頃かなって。風神バルバトス、あいつ隣のリーウェにいる元神や稲妻にいる雷神はまだいるけど、モンドの人々はどうして風神のことを？トワリンのせいかい？それは神の。ふーん、そういえばみんなは風魔竜をどう思ってるんだい？気になるな。そんなに急いで教えてもらう。どうやら不満を抱く者がいるみたいだね。風が強すぎて目も開けてられないぞ。あの生き物はそよ風の平原でしか現れないはずじゃ。あの緑のやつを追ってきたのか。あいつと風元素の関係はお前よりずっと深いみたいだな。やっ！にゃっ！はっ！ふん！にゃっ！ふう、風向きの絵、そうだ。そうだったのかい？リサ、そう。でも彼、あれは腐食。心臓に流れ込んだ黒い血が彼を苦しめ、何年もの間、穏やか、だから今回、目覚めた彼の精神が、人ならざる者によって結成されたアビス教団。彼ら、荒野のヒルチャールも、奴らの指揮で動き、奴らの手足となってるんだ。ここに来る。でも今僕たちのいる場所は
英雄の象徴、モンドのすべて、木々の君と一緒。うん。それで、それはまあ、そのせいでトワリンの呪いを払う。そう。ねえ、お詫びに僕と一緒に、モンドの大聖堂に行ってくれないかい？モンドの大聖、取りに行くんだ。ライアー、天空をね。剣を入れよ。
魑魅魍魎をほふり内外に生を澄み渡らせる。まずい、この後の口上を忘れてしまった。